ケイチ。ケイチ。放っておいてやれ。友達が行方不明になったんだ。気の毒にな。うちのケイチも、しばらくの間学校を控えた方がいいんじゃないのか？警察が何とかするまで、外出を控えた方が安全だと思うぞ。そうね。もしもってことに比べたら、学校を何日かお休みにするくらい。それよりも、こんな物騒な事態になったら、学校なんか休校にするのが筋じゃないのか？まったく、学校の先生方は人の子を何だと思ってるんだ。圭一、学校の勉強はどうなんだ？圭一の方が進んでるくらいじゃないのか？もしそうなら、しばらくお休みしてもいいんだぞ。ここは入ってはいけないところなんだろう。鍵がかかっているのを勝手に開けて押し入るなんて、たとえ物を盗まなくったって犯罪なんだぞ。シオンだって、これが合い引き現場じゃないと分かったなら十分だろう。俺はこんなのには全然興味はないんだ。こんなところにいる間にリカちゃんの演舞が終わっちゃったらどうするんだよ。レナちゃんじゃない？いつもの時間だから迎えに来たんじゃない？ケイチ、しばらく学校を休んだ方がいいんじゃないのか？そうだね。気を使ってくれてありがとう。おはよう。今日から集団登校だから遅れちゃダメだよ。俺さ、今日からしばらく休むことにするよ。学校。君が自分の体に一番優しい過ごし方を選ぶべきだと思う。だから別に引け目を感じることなんかないと思うな。あ、それからこれ回覧板、お母様に渡しておいてくれるかな。いろいろ大事なお知らせがあるみたいだから。
警察も必死に探してくれてる。きっと見つかるから。待ってよ。ね。レナは、俺を問い詰めないんだな。うん。レナは、知ってるんだろ、俺があの晩。西宮殿に忍び込んだこと、かな。筒抜けなんだな。まったく、悪いことはするもんじゃないよ。みーちゃんはすごく怒ってたよ。でもね、きっとみーちゃんが怒ってたのは、忍び込んだことよりも、それを隠していたことだと思うの。ケイチ君は、自分から言い出して、謝らなくちゃいけなかったんじゃないかな。レナの言う通りだな。俺はいつもレナに教えられるまで何も気づかなくて。ケイチ君、もしもだよ。もしもケイチ君が悪いことをしたことをすぐに認めてみーちゃんに謝っていたら、リカちゃんとサトコちゃんはいなくならずに済んだのかな。そうだ。誰も圭一君のことを叱らなかったと思う。だから私が代わりに圭一君を叱るね。入ってはいけないところに勝手に入るのはとても悪いこと。それはわかる？ああ。返事ははいだよ、圭一君。はい。そしてもっと悪いのは、自分が悪いことをしたのを認めないこと。悪いことをするのはとてもいけないことだけど、それを認めて謝らないことはもっともっと悪いことなんだよ。はい。僕が悪かったです。じゃあもう時間だから私は行くよ。ああ。回覧板お母様に渡しておいてね。あと回覧板は暗くなったら持っていかないようにって注意付きだから。なんだ、これ。
醤油をもらいに行くなら、その崎家、か。レナ。お前、ひょっとして、知ってたんじゃ？うん。知ってた。俺、ミオンのところへ行く。謝ってくるよ。もう全部、終わりにしてもらう。ミオンは、きっと、簡単には許してくれないだろうけど、もうこれ以上、誰も犠牲にならないように、頼んでくる。私も行くよ。レナ、学校はいいのかよ。学校なんかより、もっと大切な用事だよ。レナは来るな。この上、レナまで巻き込まれたら、俺は、頭がどうにかなってしまうかもしれない。ケイチ君までいなくなったら、私も頭がどうにかなってしまうかもしれない。だから、ケイチ君だけを行かせない。わかった。行こう。ありがとう、レナ。いやあ、おはようございます。前原さん。それから龍宮さんも。朝から羨ましいですね。警察の方ですよね。ありゃ？竜宮さんには名乗ってませんでしたっけ？これはこれは失礼しました。私、沖宮署の大石と申します。どうぞよろしく。大石さんに、喋るのか？うん。圭一君の罪は、私の平手だけであがなえるけど、みーちゃんの罪は、この人たちにあがなってもらわなくちゃいけない。大石さんにお話があります。はてはて、どんなお話でしょうか？ここで立ち話します？それとも車の中でしますか？車の中でします。
どうです。話したら、なんだか胸がすっきりしたんじゃないですか？はい、もしもし。大石です。学校に先ほど欠席するとの連絡があったそうです。その先手前は動きなし。標的はまだ艇内です。はいはい。引き続き見張りお願いします。答えに窮したら、実は居眠りしてて起こさないように言われてるとか、ごまかしといてください。了解っす。いや、失礼。仕事の連絡でした。今、その崎家前は動きなしって言ってましたよね。ありゃん？そんな風に聞こえちゃいました？そりゃ困ったな。秘密にしてくださいよ。課長から内定の許可はもらってないんですから。事情聴取も家宅捜査も、とにかく何にも許可が下りないんですよ。園崎本家を守ろうという園崎家の防衛機能が楽器楽器に作用しちゃってるらしくて、令状がなくちゃ私たち現行犯以外は何にも手出しできませんからね。大石さんって、ひょっとして。園崎家に踏み込めないものだから、圭一君に踏み込ませようとしてたんじゃないですか？レナ、それは、どういう意味だ？この人は、私の想像通りなら、とても卑劣な人。人聞きが悪いですね。でも、お説は拝聴しますよ。あなたは令状が取れないけれど、みーちゃんが怪しいとずっと狙いをつけていた。ふんふん。圭一君を焚きつけて園崎家へ向かわせようと企んだ。そして圭一君に何かがあればそれを口実に踏み込むつもりだった。そうでしょう。その結果、圭一君が襲われるかもしれないのに、恥知らず！これが警察のやり方なの？いやいや、こりゃ飛んだところに名探偵がいたもんです。いやはや、いやはや。あなた、うちの試験受ける気ありません？刑事課配属の推薦状、書いてあげてもいいですよ。うん。卑劣感。私もいろんな悪口を言われたもんですが、若いお嬢さんの短い一言が一番答えますよ。でも結果として今日までみーちゃんを逮捕しなかったことには感謝しておきますね。そりゃどうも。さて、その園崎美音さんの親友であらせられるお二人はこれからどうするつもりです？私が証拠固めを終えて令状が請求できるまでのんびり待っててくれるわけですかな？ううん、そんなの待ちません。私たちが行ってみーちゃんを自首させます。
さてさて、そんなにうまくいくでしょうかね。下手すりゃあなたたちも無事では済まないかもしれませんよ。そんなのは覚悟の上です。もし私たちに何かあったなら、それを口実に踏み込んでください。犯人を取り逃がさないようにぐるりと取り囲んでくださるのが一番の希望なんですが。竜宮さんは交渉も上手です。参りましたよ、降参です。どういうことだよ。警察の人がみーちゃんの家を包囲しておいてくれるなら、これが万が一の時の保険になるの。万が一の時の。ああ、大石より熊ちゃんへ。大石より熊ちゃんへ。熊谷です、どうぞ。お友達が二人園崎家へ遊びに行きます。増援をかけられるよう準備だけよろしく願います。了解っす。では参りましょうか。お茶菓子でも買っていきます。お送りできるのはここまでです。情報では園崎本家は自宅周辺に監視カメラをかなり配置しているらしいんですよ。でもご安心を。何度か死角をついて突入できる位置に若いのが何人か待機してます。指向性マイクで中を伺ってますから、お二人が大きな悲鳴を上げてくださればすぐにわかりますよ。絶対に説得しますから、自首を認めてくださいね。くれぐれも注意してください。今さら信じないでしょうが、できることならあなたたちに犠牲になってほしくないんですから。本当に今さらだな。行こう、ケイチ君。レナはミオンの家には行ったことがあるんだよな。うん、何度もあるよ。とても大きな家でね、お庭なんか山が丸ごと入るくらいあるんだよ。松茸が取れるとかなんとかで、いつもは柵がしてあるんだけどね。この森、いや、山か、丸々庭なのか。
庭というか領地だね。見ての通り私有地ではあるけど、手入れも何もしてないから散策ができるような気持ちいい森というわけでもないし。俺たちが来るの、ミオンはあれを通して見てるんだろうか。見てないと思うな。だってミーちゃんの家は基本的におばあちゃんとミーちゃん本人の二人しか住んでないんだもの。カメラを見張ってる人がいないし。ミーちゃんのお父さんがいろいろ大変な人みたいでね。だから一族がみんなで集まるときにはちゃんと機能しているらしいよ。いるかな。こんな時間に珍しいね。二人とも学校は？学校は休んだよ。ケイちゃんはともかく、レナも？二人とも不良なんだからな。立ち話もなんでしょ。入りなよ。行こう。ケイちゃんはうちに来るの初めてだったっけ？ああ、でけえ家じゃねえか。今時合掌造りなんて流行らないよ。観光資源にはなるかもしれないけどね。私は早く、ごくごく平均的な鉄筋コンクリートに建て替えてほしいと思ってるよ。気にしないで。最近は物騒だからね。日中でもこれくらいはしておかないと。ああ、そうだな。では、ご案内申し上げます。どうぞこちらへ。ケイチ君、硬くなりすぎかな。私たちはみーちゃんに会いに来たんだよ。そんなに緊張することはないんだから。なんだこりゃ。ミオン、この新聞紙の上に置いてある漬物石はなんだ？邪魔だぞ。
レナは知ってるのか？これはなんだ？何かのおまじないか？ケイちゃんがよくわからないなら、それを脅かしてそこに靴を脱いでもいいんだけど。ケイチ君、その石の真上にね、ツバメの巣があるの。え？あ、本当だ。人様の家なのに、ツバメが勝手に入ってきて巣を作ってるってわけ。代々語り継いでるのか、季節になると決まってここに巣を作るんだよ。迷惑してるんだけどね。つまりね、そこはツバメの糞とかが落ちてきて危ないから、靴を脱がないようにっていう目印なの。園崎家も大昔、養蚕とかやってたことがあるらしくてね、ご先祖様はツバメ退治に躍起になったそうだけどね。それを思うと、これはちょっと罰当たりなのかな。ま、上がって上がって。冗談でしょ。隙間風は入るし、冬場は寒いし、人の家を勝手に文化財にして改築を妨害しないでもらいたいね。一番の理想はケイちゃんの家でしょ。あれは羨ましいよな。冬場は暖かそうだし。あ、でも雪下ろしは大変かもね。雪下ろしは大変って、そんなに雪が降るのか？ひなみざわは。緯度は関東より南なくらいだろ？ここいらって暖かい土地なんじゃないのか？ケイチ君知らないの？ひなみざわは豪雪地帯なんだよ。大雪が降るとみんな埋まっちゃうの。玄関なんか埋まっちゃう時もあるんだよ。止めた車が完全に埋まっちゃって見つからないことだってあるんだから。地理の授業で習ったでしょ。日本海側は大陸からの寒風がそのまま流れてくるからね。山脈で遮られてぬくぬくしてるような軟弱な太平洋側とはわけが違うんだから。俺、軟弱でもぬくぬくでもなんでもいい。寒いのは嫌だ。これは今年の冬はケイちゃんを寒さに慣らすための強化合宿が必要だね。嫌だ嫌だ、全力で嫌だ。寒いのは嫌いだ、強化合宿も嫌いだ、両方合わさったらもっと嫌いだ。でもね、冬は冬で楽しいことがいっぱいあるんだよ。冬の部活もね、きっと楽しいんだよ。冬の部活か、実に嫌な響きのある部活だぞ。寒中水泳やら、雪中行軍やら。ここはいつから八甲田山になったんだ。うん、確かに冬場の罰ゲームは辛いのが多いね。雪が降ってる校庭でリオのカーニバルをさせられたことある。雪合戦もやるし、かき氷の大食いとか雪中宝探しとか。だからなんで外で遊ぶんだよ。雪が降ってんだから、ぬくぬくとお部屋でテーブルゲームで遊べばいいじゃないかよ。あ、ケイチ君
そんなこと言ってると冬場はいっぱい負けちゃうかもね。ケイチくん罰ゲームいっぱいでレナは負けない。ハウハウじゃねえ。盛り上がってるな。壁が薄いんだからぶち抜かないようにしてよね。お茶受けはごませんでいい？羊羹とか気の利いたものがなくて申し訳ないね。あ、いいよいいよ。別にお茶を飲みに来たわけじゃないし。どうぞ召し上がれ。毒なんか入ってないよ。そこまで信用ないかな。心外だね。おいおい、ケイちゃんもレナも、客はそっちなんだよ。用があって来たんじゃないの？そっちから切り出してくれなきゃ、おじさんも困っちゃうんだけどな。ケイチくん。いいんだ。俺は来るべくして来たんだ。俺から喋らせてくれ。うん、わかった。ケイちゃんが私に、何の話かな？お宅のお嬢さんを私にください。ダメだよ。うちのレナはケイちゃんとは釣り合わないね。味噌汁で顔を洗って出直しておいで。ミオ、まず謝ることがある。ケイちゃんが？何を？あの、綿流しの晩、俺は神社の祭具殿に入ったんだ。入ってはいけない場所だったのは知ってた。でも、ほんのちょっとした探検のつもりで、悪気はなかったんだよ。でも、いけないことだったんだよな。謝る。この通り。Thank you.
参ったな。いきなり直球勝負で来るとは思わなかったよ。参った参った。ケイちゃんにとっては面白半分の探検でも、それが笑い事では済まないと思ってる人たちも大勢いるってことを、ちょっとでも理解してくれたなら、それでいいよ。業に入りては業に従えって、昔から言うもんね。あれからもう、何日も経ってる。今更だとは思うが、謝る。悪かった。許してくれ。いいよ。ケイちゃんが悪いことをしたと思ったならそれでいいんじゃない？兄ちゃん、ケイチ君はちゃんと真面目に謝ってるんだよ。兄ちゃんも真剣に答えてあげるべきじゃないのかな？かな？私は真剣だよ。レナには私が不真面目そうに見える？見えるよ。ケイチ君、もういいよ。全部話そう。みーちゃんもそれを望んでいるようだし。みお、おととい、リカちゃんとサトコを呼んだろ。覚えはないけど、そう思うに足る根拠があるなら聞かせてもらえる？夕方過ぎのお夕食前の時間、リカちゃんが来たはずだよ。お醤油の大瓶を持って、お裾分けしてもらいに。どうしてそう思う？そんなに難しい話じゃない。みーちゃんも見たでしょ？リカちゃんの部屋。冷ややっこがあるのに、お醤油がなかった。そして、流しの下にあるはずの醤油の大瓶も、瓶ごとなかった。はははは！何それ？それが私のとこへ来る理由になるわけ。ミオ、いい加減にしろ。お前が自分で回覧板に書いたんじゃないか。醤油をお裾分けするって。そしてミーちゃんは、リカちゃんを、隠してしまった。そして、本当はそれで終わりのはずだったんだよね、みーちゃんにとっては。そりゃあ、どういう意味かな。リカちゃんが、みーちゃんの家に行くことを、さとこちゃんに言い残していたのは、誤算だったんじゃないかな。そして、さとこちゃんはみーちゃんの家に電話をした。うちのリカが、お邪魔してませんこと？うん。きっとこんな感じ。似てる似てる。みーちゃんは、ちょっとまずいと思ったんだよね。リカちゃんがここに来たことを知る人間がいたから。だから、サトコちゃんも誘い出そうと思った。誘い出す？へえ。どんな感じでかな？
きっとこんな感じだよ。さとこ、実は今日食事を作りすぎちゃったんだけど、食べに来ない？リカちゃんは先に来て、もう食べてるよ。こんな感じ。へえ、電話の内容の記録テープがあるわけでもないのに、どうしてそこまで。冷蔵庫に、さとこちゃんの作った二人分のお夕食が、まるまる手つかずで、ラップに包まれて入ってたから。そんなことで、どうやったら電話で喋った内容まで察しがついちゃうわけ？長くなるから説明は省くけど、冷蔵庫の中身がみーちゃんの呼び出した話の内容まで如実に物語っちゃってるの。これは本田名探偵が身近にいたもんだよ。まさか冷蔵庫の中身だけで電話の内容まで見破るとは。まいったな。まいったまいった。とんだ名探偵か。みーちゃんこそ、大石さんがした会話の内容までよく察しがつくね。大石さんも私のこと、とんだ名探偵って言ったもの。ミオ、警察は、もうとっくにお前を疑ってるんだ。この家も、大石さんの部下が踏み込もうと、今も様子を伺ってる。村長さんも、みーちゃんが、富武さんと高野さんも、ミオンなのか？初めてご挨拶申し上げます。その崎本家当主跡継ぎ、ミヨンでございます。本日はようこそその崎本家においでくださいました。当主お寮に代わりまして、皆様にご挨拶申し上げます。皆様におかれましては、いろいろお尋ねになりたいことがおありの様子、私にお話しできることでしたら、包み隠さずお話ししたいと存じます。
本当に、何を尋ねてもいいんだな。知る限りをお話しいたしましょう。皆様もそれを望んでここにいらしたのでしょうから。どうしてこんなことを？その問いに対する答えは、少し長いものになります。それでもよろしければ、どうかご静聴いただきたく存じます。雛見沢村が、かつて鬼ヶ淵村と呼ばれていたことをご存知ですか？そうです。鬼ヶ淵村のご先祖様たちは、鬼の血を引く誇り高き仙人たちでした。麓の村々の人たちは、崇め、そして敬いました。ですが、そういう空気も、徳川の世が終わるとともに廃れていきました。明治になり、古い歴史を持つ鬼ヶ淵村の名称は、一方的に雛見沢村に改められてしまいました。古い因習を一掃しようとする明治政府の思惑が強く働いたのだと聞かされています。そういう時代の激変の中で、滝壺に落ちていく花びらのようにあっという間に鬼ヶ淵村は消えてしまったのです。この頃には、もう鬼ヶ淵村の不可侵性は失われていました。かつて仙人と崇められた村人たちは、否認扱いを受け、神聖な鬼ヶ淵村はいつの間にか、豪病患者の隔離集落の慣れの果てであるという、根も葉もないレッテルを貼られ、苦難の時代を迎えることになったのでした。
裁判も起こしました。出身の問題は離婚する重要な理由にはなり得ないと訴えて、でも敗訴しました。出身の虚偽は結婚の上での重大な詐称行為にあたるのだそうで。ひどいね、そんなの。まあ、自業自得と言えないこともないのかもしれません。私たちのご先祖様は、自分たちに鬼の血が流れていることを誇りに思い、自慢し、麓の人々を蔑んで暮らしてきたのですからね。その神秘性で、麓の村人たちを怖がらせ、衣服と貢ぎ物の献上を要求してきたのですから。太平洋戦争中は国民一丸のスローガンが流れながらも、雛見沢村の人々は様々な差別を受け続けました。数え出したらキリがないくらい。夫や息子を戦場に送り出し、15の女たちも心がすさんでいたのでしょうね。当時をよく覚えている祖母は、それは苦しい時代だったと回想しています。多数の男手を失った雛見沢にも、ようやく父や夫、息子たちが戻ってまいりました。もちろん帰らぬ者も多かった。それでも男手がなく、村を維持することにすら限界をきたしていた雛見沢にとって、それはとても喜ばしいことでした。廃村寸前だった雛見沢をもう一度建て直そう、そういう機運が高まり、村人たちは村を少しでも豊かにするために働き始めました。僧兵は中国大陸に出兵し、ハルピンで食料倉庫の管理をしていたといい、撤退時に上官や仲間たちと共謀して軍の缶詰をごっそりと盗み出していたのでした。それを瀬戸内海某所に隠し、闇市で高値で売りさばいて大きな富を得たのです。廃れた雛見沢を復興させよう。村人すべては家族であり、この富は共有の財産である。現当主である祖母はそう宣言しました。この大きな富はその後の雛見沢の復興の大きな力となったのです。もちろん闇市で財を成したことを妬む人たちも大勢いましたが、もう村人は気にしなかった。その活躍の中心人物がみーちゃんのおばあちゃんなんだね。すごいよね、大活躍。ですが、昭和30年頃にまたしても逆風が吹き始めます。それが人肉缶詰疑惑でした。祖父園崎宗平の上官だったと名乗る男が告白したのです。あの缶詰は人肉の缶詰だったと。
実は僧兵は戦時中、ハルピンでベストネズミの駆除や伝染病患者の死体運搬の仕事をさせられていたのでした。胸クソが悪くなるぜ。それでも雛見沢の人間を蔑むのかよ。本当に僧兵がいた部隊はそれよりはもっと温情的な研究をしていました。それは戦地での困難な食料調達に関する具体的な手法の研究でした。戦場で一番入手しやすいタンパク源は何だと思います？そう、彼らは人間を食材として扱う方法を研究していたのです。彼らは時には敵の、時には戦友の血肉をハンデでも戦い抜くことが国に報いる究極の奉仕になる、そういう教義を大真面目に組み上げていったのです。滑稽な話ですね。祖父を人肉食いと蔑んでおきながら、自分たちはさらにその上を行っていたのですから、祖父はいつも思っていたそうです。たとえ自分が卑しい食人鬼だとしても、彼らはそれよりもはるかに醜い鬼なんだと。だからいくら蔑まれたってちっとも答えないと。お腹を空かせた前線の兵隊さんにはどの試作品もとても好評だったそうです。中でも醤油で煮たすき焼き風のものが一番好評だったそうで。もうやめてよみーちゃん、気分が悪くなってきた。じゃあそのミオンのじいさんが持ち帰ったという缶詰は？真偽はわかりません。晩年まで僧兵は人肉であることを否定し続けました。ですが雛見沢の急激な復興を妬む人々は人肉を売って財を成した鬼畜と呼び、村人をまたしても蔑み始めたのです。
また子供たちが生やし立てられ石を投げつけられる時代に戻ってしまったのです。当主である祖母は、ある時、村の子供たちにこう言いました。二人に石を投げられたら、四人で石を、八人に棒で追われたら、十六人で追い返し、30人に中傷されたなら、60人で怒鳴り返せと。1000人に襲われたなら、雛見沢の全員で立ち向かいなさいと。それは、決起を促す劇のようですらありました。祖母は、その先本家当主としてだけでなく、雛見沢の母太郎として立ち上がったのです。けいちゃんも町で不良に絡まれた時、たくさんの人たちに助けられたのを思い出しませんか？祖母が戦い、両親がそれを引き継ぎ、ようやく雛見沢にも平和が戻った。もっとも、その平和もとても薄い皮の上に乗ったものです。この百年の歴史を見れば、今の平穏など、揺れ返す天秤のたまたまの狭間としか言えないでしょう。どうして？どうして、みんなで仲良く暮らし合えないんだよ。高野さんに聞いたお社様の昔話は、どうなったんだよ。おとぎ話です。人と鬼は実在しても、それを調停するお社様は実在しなかった、ということです。それで、お社様のたたりを起こすことになったの。雛見沢村を再び鬼ヶ淵村のように崇められるに足る神聖な存在に。それが我ら鬼ヶ淵村の末裔の悲願であり、その先本家の鬼を継ぐ者の宿命なのです。鬼を継ぐ者？我がその先本家は代々当主の名に鬼の一字を加える習慣があるのです。私の名前を手のひらにでも書いていただければ、一目瞭然かと。名前だけではありませんよ。この体にも鬼が刻まれているのです。いいよ、みーちゃん。見せる必要なんて全然ない。ありがとう。
この5年間の連続事件ね。私が直接関わったものもあるし、間接的に関わったものもある。いくつかは、園崎家だけでなく、他の御三家の、君吉家や古出家が関わっているものもあるけど、そのすべての中心に、私がいたと思う。私は自分のしたことには信念を持ってるし、罪の意識などまるでない、あるとすれば、私の後継ぎも決まらないうちに、舞台を退かねばならないこと、くらいかな。私を捕まえて、それで法治国家の体裁が整うなら、それも時代の流れかなって。この100年で、一番平和な雛見沢を見ながら引退できるのは、ひょっとすると歴代の園崎家の当主で一番の幸せなのかもしれないし。でも、みーちゃんはリカちゃんとサトコちゃんを殺したんだよね。他の人のことは殺してもいいとも言わないよ。でも、とにかくみーちゃんはリカちゃんとサトコちゃんを殺した。私が園崎家の役目を追うように、リカちゃんだって古出家の役目を追っていた。その役目が、西宮殿を守ることだった。去年あたりから、リカちゃんが言ってたのは知ってたんだよ。西宮殿の勘抜きが重くて辛い。もっと簡単な鍵に付け替えたいって。先代の勘主さんでも、思いと嘆いてた代物だからね。リカちゃんに辛いのは重々承知だった。僕がちゃんと番をしますですから、もっと軽い鍵に変えてほしいなのです。おじいちゃん、本当に大丈夫なんですか？バッチャも、できることなら鍵は前のままの方が良かったと言ってます。大丈夫だよ。心配性だな。何かあったらおじいちゃんがちゃんと責任を取ってあげるから。本当ですね。君吉家の当主として、責任を取られるという意味ですね。おじいちゃんも、この中に収められているものがどれだけ神聖なものかよくご存知のはず。大丈夫なのですよ。この雛見沢に鍵を開けて勝手に入ってしまう悪い猫さんはいませんなのです。にゃーにゃー。西宮殿に賊が忍び込んだという話は、綿流しの祭りの最中にもう私の耳に入っていました。賊は4人。その日のうちに手が下されることになりました。同時に西宮殿に賊を許した古出家のリカちゃんと君吉家のおじいちゃんも責任を問わなければならなくなってしまった。
これが殺したも当然なんだ。ケイチ君。俺がバカだった。ケイちゃんは何も悪くないよ。私は園崎家の当主として手を下さなければならなかったけど、園崎家の歴史なんか今にして思えば大したものじゃない。そんなもの全部投げ出しても私は仲間を救うべきだったのかもしれない。私がそんなものに屈したからあの二人を殺してしまった。それは他でもない、私園崎美音が殺したということ。私には踏みとどまる100億の瞬間があった。でも踏みとどまらなかった。安易に自らの役割に屈し、仲間のために戦うことを放棄してしまった。だからこれは私の罪。私が殺した。園崎美音がこの手で殺してしまった。それは何ら変わらない。何も。でもみーちゃんは自分の意志で一人だけ救ったんだね。え？ケイチ君だけを殺さなかった。こんなにも強い力を持つみーちゃんなら造作もなかったろうに。でも殺さなかったんだよね。さて、どうして殺さなかったのかね。鬼の私には見当もつかないわ。ミオンの方に殺したくない都合でもあったんじゃないの。そりゃ、どういう意味だよ。大石は外で待ってんの。うん。逃げ場は？ない。ぐるっと囲んでるって言ってた。無線でたくさんの車が来てるみたいだったよ。みーちゃん家の広い敷地を全部囲んでると思う。自首。しよ。私たちも一緒に行くよ。親友を一人きりになんか絶対にしない。泣くことレナには勝てないわ。自分で自分の罪どのくらいになるかよくわかってる。たとえ自首が認められても、多分もうここに帰ってくることもないと思う。だから最後にわがままを聞いてほしいな。
何かな。30分でいいから、ケイちゃんと二人きりにしてほしい。ケイチ君、どうかな。ケイチ君が嫌なら無理にとは言えない。そうだね、嫌ならそれでもいいよ。私は鬼だもの。ケイちゃんはよそから引っ越してきた正真正銘の人間。愛入れることなんて、お社様が実在して仲介してくれない限り絶対にない。いいぜ。ありがとう。私からもありがとうを言うよ、ケイチ君。あ、いいよレナ、ここで待っててくれれば。ケイちゃんとは庭をぐるりと回りたいだけだから。退屈だったら私の部屋へ行けばいい。漫画とか好きに読んでていいよ。あ、なんだったらお気に入りの単行本丸ごと持ってってもいい。嫌だよ。みーちゃんの本はみーちゃんのものだもの。勝手にレナの家に持って帰れない。あんたはこんな時に限っていい子なんだから。じゃあ行こう、ケイちゃん。みーちゃんもよろしくね。ああ。みーちゃんもう二度と帰ってこれないって確信してる。みーちゃんが短気を起こさないように見張ってね。そんなこと絶対にさせないから。じゃあ言ってあげて。どうしてみーちゃんは鬼なんか継がされちゃったんだろうね。それは仕方のないことだったんだろうね。でもあんまりにもかわいそうだよね。腕、組んでもいいかな。別に構わないぞ。
私に腕を組まれたら、なんだか緊張しちゃわない？例えば、急に関節技を決められちゃうんじゃないかな、なんて思ったりとか。姉妹揃って同じことを言うんだな。思わないよ。全然。シオンもケイちゃんのことが好きだったみたい。そうなんだ。ミオンとシオンは仲は良かったんだろう？さあどうかな。ケイちゃんは自分の右手と左手は仲がいいと思う？え？右手と左手？それは仲がいいとか悪いとか、そういう言い方で例えるものじゃないな。そういう関係だから。仲がいいとか悪いとか、そういう尺度では測れない関係。例えば、利き腕というものがあるように、右手と左手には間違いなく優劣の違いがある。もしも鍋つかみが片方しかなかったら、迷うことなく利き腕にするでしょ？そういう差はあったんじゃないかと思う。だからといって、左手がなくなったっていいなんて思う人は誰もいないはず。そんな、よくわからない関係だね。多分、それは近くにいすぎるから見えなくなっているだけで、きっととても仲のいいことなんだと思う。俺は一人っ子だから、祭りの前日、ミオンとシオンが、二人してじゃれ合っているのをすごく羨ましいと思った。ないものねだりじゃないの？双子なんて昔は人をからかったりしてそこそこに面白かったけど、こうして互いがはっきりと異なる個性を持った今ではかえって邪魔なだけ。でかい森だな。子供の頃はいい遊び場だったんじゃないのか？シオンはまだ生きてる。本当か？うん。誰よりもむごたらしい死に方をさせてやろうとずっと考えて閉じ込めておいたけど、今日までその方法はとうとう思いつかなかった。私の罪のすべてを見てほしいから。でもそれはケイちゃんにとってこの上なく辛い光景かもしれない。
すでに起こり、終わってしまった事実だけれども、ケイちゃんは見ないことを選んでもいい。そうならば、ここで待っていて。私の手で、すべて終わらせるから。何を見たって。うん。俺にとっての園崎美音は、最高の親友だ。それは変わらない。一生。あんたもレナも、どうしてこんな時ばかりかっこよくなるんだろうね。引き返すなら今だよ。ケイちゃんの中の園崎美音がどんな人かは知らないけれど、中に入ればその美音はきっと変わらない。何度だって言う、園崎美音は俺の最高の親友だ。私はただの鬼だから、もう人間の気持ちはわからないけれど、ミオンがあんたを好きになったの、よくわかる気がする。他人事のように言うな。お前はミオンだ。鬼じゃない。血の通った人間で、俺の仲間なんだ。最具殿の中、見たよね。あの拷問道具の山を。あれはすべて、鬼ヶ淵村の厳しい戒律を守るために作られたものだった。戒律を破った者を、見せしめにむごたらしく殺してみせる。そういう道具だった。大昔の話だろ。本来は見せしめの儀式。渡流氏は、御三家が取り仕切る儀式だったんだけど、君吉家と古出家の衰退、そして時代の変化によって行うことはとても難しくなった。そりゃそうだな。この現代日本で犠牲者をのんびりと沢でばらして殺せるなんて思えない。だから園崎家は作ったの。現代でも渡流しの儀が行えるように秘密の場所を。
いろいろあるでしょ。一部のものは実際に西宮殿から運び込まれたものなんだよ。大昔の当主の書き物によるとね、血のしぶきってのは犠牲者に負担をかけない割にはインパクトがあるんだってさ。渡流しは見せしめの章だったから、私のご先祖様たちは様々な章を考案してたんだよ。干渉石なんだよ。綿流しは見せしめのショーだから。客がいなきゃ意味がない。みんなここで、私が殺した。見てくれている観客はいなかったけど、私は綿流しを上手にやってみせた。いや、観客は一人だけいたかな。え？観客？私という鬼が、ミオンの執り行う綿流しをずっと見てたから。向こうが牢屋。シオンはそこにいるのか？みんなはどこにいるんだ？リカちゃんやサトコは。死体？ああ、そうだ。いつまでも暗い中じゃかわいそうだろう。虫が湧くと嫌だったから、井戸に捨てちゃったよ。ごめん。大丈夫か、シオン。怪我はしていないのか。落ち着け、シオン。もう全部終わったんだ、全部。
シオン、ご機嫌はいかがだった？もういや、いや、いやもう誰の死を見るのも嫌。私が憎いなら、早く私を殺してよ。憎いのは私なんでしょ。早く殺して殺して、お願い。落ち着けて、シオン。もう終わったんだよ。大丈夫なんだ。だから落ち着け。安心しなよ。あんたは殺さない。まだまだ殺さないんだから。もうやめて！ケイちゃんを殺さないで！ケイちゃんは何の関係もないでしょ！殺すなら早く私を、私を殺してよ！もう誰が死ぬのも。そんなに死にたければ、この男を殺した後に、ゆっくりとひき肉にしてやるよ！古式にのっとり、獅子の先端から少しずつ、ガリゴリと削ってミンチにしてやる。あの肉引き機はあんたのために取っておいてあるんだからね。それとも、それでケイちゃんをミンチにしてみせた方があんたには面白いかな？おい、いい加減にしろ！今さら怖がらせてどうするんだよ！ダメ！ケイちゃん、逃げて！さて、どんな方法で料理してやろうかね。そうだ、釘台なんかどうかな。あのちびがき二人組に試したかったんだけど、手が小さくて高速台にサイズが合わなかったからね。あれにしよう、あれにしよう。あんたも可愛い声で泣けるじゃない。あんたのわざとらしい空いばりには虫ずが走ってたんだけど、やっぱりそういうあんたが一番似合ってるよ。
ミオン姉さん、お願いです。私をどういう風に殺しても構いませんから、どうかケイちゃんだけは見逃してあげてください。お願いです。あんたの希望なんか聞くつもりは全然なかったんだけど、あんたがあまりにも面白い声で泣くものだから、なんだか聞いててやってもいいような気がしてきたかな。思えばあんたには姉らしいこと何にもしてやれなかったからね。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。じゃあさ、これまでのことを謝ってみせてよ。そうしたら私もこれまでのことをすっかり水に流してあげてもいいかな。そうしたらケイちゃんだけは見逃してあげなくもないよ。そんなので私の積年の恨みつらみが償えると思ってるわけ？こんなんじゃダメだね。やっぱりケイちゃんから引き肉だ！いやー！待って姉様！もう一度！もう一度だけ！ろくろく満足に謝れないあんただからね、特別にお姉が心に届く謝罪の仕方ってのを教えてあげるよ。一度しか教えないし、一言一句でも間違えたらアウト。いいね。はい、ありがとうございます、お姉さん。ちゃんと覚えられたかな？ではやってごらん。誠心誠意、徹頭徹尾、心を込めてね。ちゃんとできたなら、あんただけを殺してあげるから。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。やってごらん。お姉ちゃんはちゃんと聞いててあげるから。園崎シオンは。園崎シオンは、ミオン姉様の足元にも及ばない。下船で、いやしい。酢豚でございます。身の程もわきまえず、蓮様に働いた数々のプレーを思いほらほら、その調子、少しは許してあげようかなって気になってきたよ。生意気だったこれまでを
反省し、一生身を姉様に忠誠を誓いますですから。いいよ、もう。十分面白かったわ。あんたがそこまでプライドを捨てられるとは思わなかったから。うんうん。十分に愉快。ね、姉様、殺すのは、私だけ、その人、安心しなって。ちゃんとあんたは殺してあげるよ。ケイちゃんの悲鳴をたっぷりと聞かせた後にね。にしろ。ようやくお目覚め。あたし、さっき嘘をついたね。シオンを一番むごたらしく殺してやろうと思って閉じ込めておいたけど、まだ思いつかないって言ったやつ、あれが嘘。あの子に自分のせいで死ぬ大勢の人の悲鳴をたっぷりと聞かせて、体の芯まで染み通らせてから殺すの、なかなかセンスいいでしょ。お前は誰だ。は？ミオンでしょ。園崎ミオン。恐怖で頭が変になっちゃった。違うな。お前が、その先ミオンであるはずがない。へえ。じゃあ、私がミオンじゃなかったら、私は誰なわけ？鬼だ。え？お前はミオンじゃない。さっきまで一緒だったミオンを返せ。ケイちゃん、本当に頭は大丈夫？恐怖で頭がどうかなっちゃった？触るな！この鬼め！返せ！ミオンを返せよ！俺の最高の友人だった！ミオンを返せ！あんたって本当におめでたい人だね。
その崎美桜に殺されようとしているこの瞬間に目の前の私を否定するわけ？こんな面白い人が世の中にいるなんて初めて知ったわ。笑いたければ好きなだけ笑え。だがお前が何を言おうと、俺はお前が見よんだなんて認めない。よう返せ、退け鬼め。ケイちゃん、私を笑い涙で溺れ殺すつもり？頑張れミオン。こんな鬼畜生に負けるな。本当に強いお前の力を見せてくれ。頼むよ、ミオン！ミオン！どこで、お前はこんな鬼に負けちまったんだ！お前はこんな弱い奴じゃないだろう！負けるな！戦え！戦え！もういい？そろそろ始めるよ。いい声を出してね。これはケイちゃんへの拷問である以上にシオンへの拷問なんだからさ。どうして、どうしてこんなことに。見合う、ケイちゃん、メイドの土産なんて気の利いたものじゃないけれど、どうしても知りたがっているようだから一つだけ教えてあげるよ。私の中に鬼が宿ったのはずいぶん前。その鬼は私を蝕み、強行に駆り立てようとした。だけれど私はそれを理性で押さえつけた。鬼はそれで収まり、私はその鬼はどこかへ行ってしまったんだと思い込んでいた。でも、本当は違った。私の中から出て行ったんじゃなく、私の中で眠っていただけだったの。その鬼は、ある小さなことをきっかけに、また目覚めてしまった。それは、何に原因があったと思う？わかる？鬼の私が教えるのも変だけれど、あんたが全てを狂わせてしまった元凶。あの時、あんたがもらった人形を躊躇なく私に渡していたなら、すべては狂い出さなかったかもしれない。ケイちゃんには理解できないだろうね。理解できなくて当然。だけどね、
そこからドミノ倒しみたいにパタパタパタといろんなものが倒れ始めて、収拾がつかなくなってしまった。はじめの小さな一つを倒したあなたに自覚がないのは当然だろうけど、あなたが元凶なの。そんな、俺が。あんたがミオンを泣かさなかったら、私は起きなくて済んだのにね。これで十分？メイドの土産は。そんな、嘘だろ？自覚がないのは当然。でも、紛れもなく元凶なのはケイちゃん。あの時、あんたがさりげなく人形を私にあげていたら、多分こんなことにはならなかったと思う。じゃあそろそろいい？この拷問はね、とてもシンプル。左手の小指の先端の節に釘を打つ。順に親指まで打ったらまた小指に戻って、今度は真ん中の節に釘を打つ。この調子で15本の釘で左手を打ちつける。それが終わったら次は右手。それが終わったら次は、まだ意識があったら教えるね。指先ってたくさんの神経が集まってるから、ケイちゃんが想像するよりもはるかに痛いよ。両手30本を打ち終える前に失神しちゃう人もいるそうだから。他の人を拷問するときには何のためらいもなかったけど、なぜかあんたにはためらいがあるよ。それでミオンの鬼が収まるなら。あんた、本気で言ってるの？俺が傷つけたミオンの痛みに比べれば、こんなの大したことないんだろ？気の済むようにするといい。その代わり、二つ約束しろ。俺を気が済むまで痛めつけたら、シオンは許してやれ。西宮殿に忍び込んだ罪には、それで十分見合う仕打ちをしたはずだ。あんた、この後に及んで、自分よりシオンの心配ができるわけ？もう一つは、気が済んだら、もうお前は消えろ。その体を、ミオンに返してやってくれ。それだけだ。あんたって人には、命乞いをするとか、そういう考えは思い浮かばないの？約束、二つじゃなくて、三つにしていいか。三つ目は、俺を殺すなにしてくれ。最初に二つって言ったでしょ。だからもうダメ。そいつは残念。多分、私は約束を守らないよ、鬼だから。
その時は仕方がないさ。ケイちゃん、今の三つ目の願いだけは聞いてもいいよ。一つ目の願い、シオンを救うこと。これはもう無理。シオンは鬼が殺してしまう。それはもう決められたことだから止められない。だから諦めて。そして二つ目の願い。この体をミオンに返すこと。これももう無理。今日を境に、ミオンが戻ってくることはもうない。今日以降。もし私の姿があったとしても、それは姿だけ。私の姿をした鬼だから。そんなことはない。ミオンはミオンだ。もう戻ってこないなんて悲しいことを言うな。聞こえる？あの音。帰りが遅いから、レナが大石を呼んだんでしょ。あのぼやーっとした感じの子が、こんなに頭が回るのだけは計算外だったな。それについては同感だよ。見たことないでしょ？本物のスタンガンだよ。違法品なんで、かなり出力が上げられるようになってるけどね。さっき俺に食らわせたのはそれか。子供のおもちゃには向かねえぞ。そうだね。殺さないけど、しばらくケイちゃんにはお休みしててもらうね。すぐに大石が来てくれるから。ちょっとの我慢。ごめんね。ミオンを怪我して。ここに入る前に約束した。何があっても、俺の中のミオンは変わらない。でも忘れて。今日以降、もしも私を見かけても、近寄らないでね。それは、私の屍に取り付いた、鬼なんだから。
そっか。引っ越しちゃうんだね。いつ？来月の終わり。ひなみ沢には結局、半年も居つかなかったことになるな。寂しくなるね。私一人しか残らない。こう考えることがあるんだ。
ミオ。お久しぶり。どう？元気にしてた？お前、こんなところをうろついてて、大丈夫なのか？本当はいけないよ。それより、どうしたんだよ、こんな時間に。最後にお話ししたかったから。私ね、もうここにはいられない。大丈夫か？どこか具合でも。今日まで、頑張ってきたけど。自分でもわかるの。もうダメ。もう限界。私のお迎えは、もう、すぐ後ろまで来てる。大丈夫かよ。もう無理するな。な、そうだ。俺、ミオに。今日を境にミオンが戻ってくることはもうない。ミオン。
本当に5分だけですからね。刺激しないようにしてください。心得ていますよ。どうもどうも前原さん。ご無沙汰しておりますね。その後、お加減はいかがですか？医者が言うには術後の回復は順調だそうですが、あんたの顔を見たらまた傷が悪くなりそうです。こりゃ手厳しい。すみませんお母さん、ほんのしばらく圭一君とお話しする時間をいただいてもよろしいですか？母さん、悪いけどほんのちょっとだけ、5分でいいから。個室なんていい身分ですね。うちの婆様なんかいっつも相部屋ですよ。そりゃもう賑やかなことで、ああいうところじゃ病気の重さが一つのステータスになるらしいんですよ。より重病な患者ほど偉いというか、威張っているというか。大石さん、5分ですよ。できればこれが本当に最後の5分にしてほしいものです。俺はもう雛見沢とは関係ないし、ここももう雛見沢じゃない。沖の宮には総合病院はありませんからね。椅子よろしいですかな。ゆっくらしゅっと。転院はいつ頃になりそうですか？さあ、俺的にはいつでも OK なんですけどね。転院先にまで来ないでくださいよ。本当に具合が悪くなりますからね。いや、しっかり嫌われちゃいました。仕事柄とはいえ心苦しいですよ。なので今日はこれまでの罪滅ぼしに素敵なお土産をいろいろお持ちしましたので。別にクッキーの詰め合わせなんか持ってこなくても。それがね、実は中身はクッキーじゃないんですよ。ほーら、前原さんの好みがわからなかったので、いろいろと持ってきましたよ。ほーら、よりどりみどり、野原は黄みどりってなもんです。さあさあ、好きなだけ持っていっちゃってください。こんな本なんか持ってこないでください。持って帰って、持って帰って、いってててててて。ふふふ、健全な若者がこんなところにずっと閉じ込められてたら、さぞやご入り用だと思ったんですけどね。こんなところにいると看護師フェチにしかなりませんよ。世の中には看護師さん以外にも素晴らしいものがいっぱいあるんですからね。今から専門を決めないで、幅広くオールラウンドに行かなくっちゃ。シオンさんの件は本当にお気の毒でした。
事故のわけない。ミオンです。絶対に。鑑識の連中は自殺だとしか思えないなんて言ってるんですが、私も前原さんと同じ意見です。シオンさんを突き落とし、さらにあなたを刺した一晩のうちにね。ミオンはまだ見つからないんですか？そうそう。それを今日はお伝えしたくて来たんですよ。はい。実は、見つかったんです。え？あ、て。それだけじゃない。園崎家の例の地下、隠し井戸も見つかったんですよ。前原さんがおっしゃられてた通り、失踪者全員の遺体をその底で発見しました。そうですか。あの地下に実に巧妙に隠されてましてね。いやいや、まさに死角中の死角でした。井戸上に掘られた垂直トンネルでして、はしごが設けてあって、下へずーっと行ったところに今度は横へ抜けるトンネルがつけられていました。そこを数百メートルも張って進むと、なんと山中の古井戸に抜けられましたね。過去の園崎家の当主が作らせた秘密の逃げ道だったんでしょうね。でしょうな。明治以降に作ったものでしょうが、いやいや、よくもあんなものを作ったもんです。みんなの遺体はその底に？はい。逃げ道の通路よりもさらに下にコールタール状の泥水が溜まってまして、そこに無造作に投げ込まれていました。相当の高さから落としたわけですから、遺体はどっぷりと埋まってしまってましてね。遺体の引き上げにはだいぶ苦労させられました。全員見つかりましたか？はい、全員。それどころか死後10年以上経過したと思われる人骨も見つかりました。最低でも3人分はあると思われます。雛見沢の歴史の暗部というわけでしょうな。泥を全部吸い出したら一体何人分の骨が出てくるやら。怖い話です。今、獅子骨市内の過去数十年の失踪者を洗い直しているところです。諦められてた失踪事件も、これを機に全部解決するんじゃないか、なんて言われてますよ。そうそう。これは寄り道なんですが、フルデリカさん、ご存知ですよね？もちろん。仲間ですから。彼女、例えば糖尿病でインスリンの注射を常用していたとか、そんな話はありました？実は、彼女のスカートのポッケからですね、注射器が見つかりまして、破損していたので薬物は特定できなかったのですが、少々不似合いだったので興味を持ちまして。本当にご存知ありません？園崎家は本業の方、ああ、薬剤さんのことです。で、覚醒剤を扱ってるとの噂がありましてね、その可能性もあるかなんて
思ってたのですが。リカちゃんが覚醒剤の乗用車だって言うのか？いえいえ、そうは申してませんよ。ただお醤油をもらいに行くついでに注射器を持っていくってのはどう考えても変ですからね。大丈夫ですか？看護師さんを呼びましょうか？大丈夫ですから。話の続きを。まあ、注射器の話はそれだけです。それだけが個人的に気になったもので。リカさん、村のマスコットみたいなところがありましたからね。今、村は騒然としてるみたいですよ。盲信してた年寄り方と殺してしまった園崎家とで、実効支配していた御三家もほぼ全滅状態。こんなタイミングでまたダムの話が出てきたりしたら、今度こそ間違いなく敗損でしょうな。もう俺、ひなみざわとは関係ありませんから。ありゃ、無駄話が過ぎましたか。参ったな。そう？手短にね。日を改めた方が良さそうですね。あの、大石さん、ミオンは今どうしてるんです？それを話す前に、前原さんに一個だけ本当に正直に答えてもらいたいことがあります。何ですか？本当に真面目に答えてくださいよ。これ、いい加減なこと言っちゃうと、場合によっては、捜査かく乱と見られて、告発される場合もありますからね。前原さん、シオンさんを突き落とした犯人は、誰だと思います？ミオンしか考えられないじゃないですか。では、あなたを刺したの誰です？何度も言わせないでください。ミオンですよ。園崎ミオン。シオンを突き落として、俺を刺してミオンの犯行だって、さっき大石さんも認めたじゃないですか。シオン殺しの犯人がミオンだという根拠は、隣人の男の証言によるものなんです。この隣人ってのは、実は暴力団組員。つまり、シオンさんのボディーガードだったんですよ。このうちのリーダー格が古参で、園崎姉妹が幼いうちから親身になってた男なんだそうで。つまり、壁越しに聞いたというだけなんです。しかもこのマンション、組の関係で住人がほとんどいないんです。ですから、この騒ぎを聞いてたのも彼らだけ。重ねて言えば、
園崎ミオンを目撃した者は誰一人いないんです。見なくったって、そんなのミオンの犯行だってわかるじゃないですか。まあまあ、だからつまりですね、あなただけがあの晩確かに園崎ミオンを目撃した唯一の人間ってことになるんです。もう一人の目撃者のシオンさんは生きておられませんからね。大石さんが何を言いたいのかよくわからないんですけど。また本当に園崎ミオンに刺されたんですか？はい、間違いなく。大石さん、ここ禁煙です。看護師さんに怒られますよ。実は園崎ミオンも井戸の底から見つかったんですよ。転落死です。あの井戸の隠し通路から逃げ出そうとしてはしごを降りる途中に足を踏み外し、そこまで転落し、首の骨を折って死亡したとみられます。はい。シオンさんと同じにね、首の骨を折って。あの日、前原さんを気絶させた後、園崎ミオンは隠し井戸から外へ逃れようとして足を踏み外して死んだのです。まるで、そこに突き落とした他の犠牲者の死体に呼び寄せられるようにね。それじゃあ、おかしいじゃないですか。検視の結果、間違いなく、あの日に死亡したものと確認されました。あなたとシオンさんを襲ってからあそこに戻ったんじゃない。あの日に、すでに死んでいたんです。じゃあ、誰が俺とシオンを襲ったんですか？誰が？あなたを襲った園崎ミオンなのに園崎ミオンじゃない何者かですよ。高野美代さんの詩覚えてますか？え？高野さん？はい。確か遠くの山の中で焼け死んだって聞いたような。あれは絞殺された後に焼かれたことが分かってます。検視したのは岐阜県警さんなんですけどね、これがちょっとおかしいんですよ。初期の検視結果では死後24時間経過って出ちゃったんです。つじつまが合わないってことで大慌てで当日死亡って改ざんしたらしいんですが、この死後24時間って検視結果、うちの鑑識のじじいが言うにはですね、かなり信頼できるものらしいんです。つまりどういうことか。これは何度も聞いた質問になりますが、あなた渡流しの晩高野美代さんに会ってますよね？会ってます。その前日、お祭りの準備の日にも会ってますよね？私もその時お会いしてますし。ええ、会ってますよ。死後24時間ってことは、お祭りの前日の晩にはもう死んでるってことになるんですよ。そんなはず。お祭りの準備の時には生きていた。でも
あなたたちと一緒に西宮殿に忍び込んだ時、高野さんはもうお亡くなりになっていたのです。今回の事件、死人が歩き回りすぎなんですよ。園崎美音の死亡時間を事件当日ではなく、あなたを刺した直後に改ざんせよとの圧力も来てるみたいです。この事件をとっとと終わらせようとする外圧でしょうね。ですので、今の話はどうか他言無用に願いますよ。長居しました。あなたにとっての事件をせめて終わらせてあげようと思って来たつもりだったんですがね、かえって煙に巻いちゃったようで。もしも今後お話したいことができたら、いつでもお電話ください。さっきのお土産の中に私の名刺が入ってますんで。その時はまた、素敵なお土産を持ってお見舞いに来ますよ。では、またいつかお会いしましょう。お大事に。ケイちゃん、だから言ったでしょ。なんだ、ミオン。何を言ったって？私、あの日に警告したよ。今日以降、私の姿を見たとしても、それは私の屍に取り付いた鬼なんだよ。そうだな、言ってたよな。ごめん、ちょっと注意が足らなかったな。だから刺されちゃったんだな。あのさ、ミオ、俺今こんな冗談を考えたんだ。聞いてくれるか？例えばさ、俺が今日ここで死んじゃうんだよ。だけども明日以降もここにいて普通に生活してみせるんだよ。で、後でそれが大石のやつに分かって、またしても死亡日時が合わない、死んだはずの人間が生活していたって言って泡を食って大騒ぎするんだよ。高野さんにミオ、そして俺で三人目な。面白いだろ、笑えるだろ。ケイちゃん、笑えよ。それとも、あんまり面白くなかったか？
いてててて、加減しろよ。痛いって。ケイちゃん迎えに来たよ。何も終わってない。何も終わってない。この事件は、何も終わってなんかない。まだ続いてる。まだまだ続いてる。誰か、この事件を終わらせてください。この残酷で無残で気の毒で悲しい。この事件を終わらせてください。それだけが、俺の望みです。あの時、一つ叶えてあげたでしょ？今度はダメー。